何年に2回とベッドメイク、いつも優しく丁寧にやっております。それが私のベッドメイカーの、はい、皆さんこんにちは、シャトリサです。この霊気を使ってですね、霊気なんかトンボっていうらしいですね。トンボ、こういう土壌を鳴らす、ものですね。7年前ぐらいに買ってもうずっと使えてますね。若干サビが出てるぐらいで、まずこちらで見本を見せたいと思いますね。どのように鳴らすかなんですけど、基本的に平らにしていくんですが、この辺はですね、こういう風に、はい、ここが盛り上がってると淡水チューブがですね、こう上がってしまいますんで、そうすると先っちょの方が水が出なくなりますんで、なるべく平らに、はい、全部していきますね、はい。まあ落としたり寄せたり落としたりですね、こういう感じで、まあこの辺は作っていきますね。で反対側もですね、ね、はい、ちょっと盛り上がってますが、後で何度か微調整しますので、ポイントとなるのはですね、この泥をですね真ん中に寄せていくので、この冷気をですねこのように、はい、当てて内側にこう泥を寄せていきます。一遍で多分できないと思うんで、何度かですねやってですね、これ反対側も、はい、反対側来ましたね。こちらもこうこのようにですね、こう中に落としていく感じ。そうするとですね、わかりますかね、平らになってますよね。これを何度か繰り返していくにですね、まあ2、3回やっていくと平らになりますんで、なるべくですね平ら、若干中央がちょっと低くなった方が水が行きやすいので、あっちからこっちさーっと平らにやっていく、もしくはちょっとこっちが下がってるぐらいの方がいいのかもしれないですね。はい、この冷気によるですね、トンボによる作業、鳴らし作業すべて完了しました。どうでしょう、素晴らしいですよね。はい、ってことでですね、こちらの冷気からですね、次の工程、こちら、ほほと言いますね、ほです。これを使って何をするかというとですね、まあ、三角具はですね、これでですね、キュウリを植える穴をですね、事前に掘っておきます。実はですね、苗を頼むとですね、呼び苗っていうのが何本か返ってくるんですよね。まあ、なんか枯れちゃった時とか、折れちゃった時、輸送で折れちゃった場合とかですね、そういう場合のためにですね、呼び苗っていうのが入ってます。まあ、10本ぐらい入ってますんで、その分もですね、せこく。穴を開けていきたいと思いますので。ってことでやり方なんですが、これで、まあ入り口がここなんで、あんまり近いと邪魔になりますんで。で、こちらの、この、棚線の太いパイプよりも、まあ内側ですね。この辺スタートで、はい。1、2、3、3ぐらい。4ぐらいかな?このぐらい。で、ここ開ける位置はですね、キュウリを吊るす紐。この紐ですね。真下。ここはもう、噛んでいきますね。はい。2、3、4ぐらい。こんな感じで、はい、ずーっとつきます。で、最後数を数えてですね、調整するという形でやっていきたいと思います。ほっにバトンタッチですね。49,085。49,086。穴開け終えました。はい、2時間ぐらい終わりましたかね。ほっによるですね、株穴作業ですね、完了ですね。ってことですね、こちらを見てください。ダッシュ買ってまいりました。これを短く切ってですね、これをこうつけてですね、18個入ってます。で、これをどこにつけるかというとですね、通路ですね、通路側のこちらにですね、はい、このようにですね、グッと、はい、全てですね、18個、以上ですね。前回クイズはこちらですね、このバルブが正解ですね。で、今回クイズはこちら、はい、これが何セット、はい、作ったでしょうか。はい、ご回答ください。以上、シャドウの18セットがお送りしました。じゃ、また。